レッドエスペランサとエルコンドルの皆さんでした。さあ最後にじゃあ1種類楽器を紹介しましょう。津軽三味線、そうですね、津軽三味線、先ほどからずっと演奏してもらっておりますが、この津軽三味線、ここの胴ですね、胴の部分は犬の皮を貼っております。ワンワン犬、そしてこちらのバチ、これは亀、亀の甲羅、べっ甲ですね。そしてこの糸巻きのところは象牙、象と亀と犬でできております。なかなかそしてですね、ちょっと音を鳴らしてもらいましょう。立って演奏してもらいましょうか。かっこよくロックギターみたいな、そして向こうの楽器、この小さなギターのやつ、はい、チャランゴと言います。さあこの楽器もね、動物でできてるんです。ちょっと見せてもらいましょう。はい、こっちの楽器は木で彫ったチャランゴです。こっちは裏返すと何でしょう、動物、サがつきます。何でしょう、わかる、何の動物だかわかります。サがつきます、わかる、耳がついてるね、これね、アルマジロ、アルマジロを楽器にしたんですね。で、あの普段はもう取れなくなっちゃいましたね。条約でこれは作れない楽器になっております。で、チャランゴすごく早く弾くことができるんですよね。チャランゴの早弾きをちょっとしてもらいましょう。入ります、早弾きね、それは。はい、これスタジオが終わりにしてやってもらいましょう。どうもありがとうございます。1秒間に5、6回往復しております。チャランゴ早弾きでした。ではこの合同演奏、あと2曲で今日の音楽会終わりになりますが、さあうまくいくでしょうか。世界初の、合同演奏、コンドルは飛んでいく、ボルクレールの名曲でお送りします。コンドルは飛んでいくです。
それでは皆さん、今日の音楽会最後の曲になります。最後の曲もこのセッションでソーラン節を聴いていただきたいと思います。では行きましょう。ソーラン節。
山本龍さん。そして帽子がかっこいいですね、岡田博さん。そして写楽我らのリーダー澤田勝国さん。はい、そしてもう一人スカルジャムさん、安中由香さん。こちら行きましょう、こと酒井悦子さん。で、あのひげの赤い服を着たお兄さんおじさん、エルコンドリーダー長岡隆介。こちら行きましょうか、太鼓まだ紹介してませんでした。この太鼓ボンボというフォルクローレの太鼓ボンボと言います。これを演奏してくれました与田真理香さん。そしてアルファギターを弾いていただきました草壁由美さん。そして張り切って太鼓を叩いております菅原光明さん。で最後に、ガブリエル・ゴンザレス。あ、じゃあガブリエルね、みんなに挨拶ちょっと前に出てきて、皆さんとお別れなんで、お別れといってもまた会いたいので、こんにちはヨーとか、こんにちはそうね、オスとかなんかいろんな言葉あるような掛け声ありますよね。それスペイン語でどんな感じでしょうか。オラオラオラ、これみんな言ってみよう。じゃあガブリエル皆さんにオラって言いますから、皆さんも大きな声でガブリエルにオラって言ってください。お願いします。オラ。はい、ありがとうございます。そしてじゃあ友達になったということで、友達なんて言うんでしょう。友達、アミーゴ。アミーゴ、あの鈴木亜美ちゃんのことアミーゴとか言いますよね。アミーゴ、アミーゴ、友達ですから、私たち今日からね11日まで伊丹の方にいます。10日までか。ですからもし街で見かけたらオラアミーゴって声かけてくださいね。そして先生方ももし夜の酒場でお会いしましたらオラアミーゴって言っていただければと思います。では、せっかく綺麗な花束を いただいたんで、もう一曲用意してやるんですが、いかがでしょうか。はい、じゃあ最後の曲もセッションでお送りしましょう。あ、フォルクロールでお送りします、花祭り。
てみてください。では皆さんまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。どうもありがとうございました。